ィルソンという作曲家の、羊飼いの子供という曲ですね。羊飼いというのは日本ではあんまりこう馴染みがない言葉ですけれども、諸外国においては非常に古くから存在する職業で、要するに放牧している羊の世話をするんですよね。で、この羊飼いの生活というものがある時から自然だとか、あるいは古代への憧れとともに芸術作品の一分野として成立するようになりまして、これをパストラーレというふうに言うんですが、まあ音楽によっては牧歌というふうに言いますね。で、羊飼いがこの笛を吹くんですが、これはおそらくまあ羊たちをこう討御するねためだと思うんですけれども、この笛の音とか、あるいはその独特のリズムなんかとともに、このパストラーレという音楽がまあだんだん出来上がってきまして、まあ具体的には8分の6拍子で、ちょっとシチリアーノなんかにも近いような緩やかなスイングを持った音楽なんですけれども、今日の曲もこのパストラーレの一種と言っていいんじゃないかなというふうに思います。今日の作曲家、グレンヴィル・ディーン・ウィルソンという名前でですね、何日か前に取り上げたアディソン・ワイマンと同じアメリカの作曲家で、まあ、ほぼ同世代なんですね。で、生没年がですね、なんか見覚えのある数字だなと思ったら、これ、ヨハネス・ブラームスと全く同じ年に生まれて、同じ年に亡くなっているんですね。だから、ブラームスと同世代ということになるわけなんですが、まあ、にしては全然こう、曲の感じも世界観も違うなという感じでありまして。で、この、ウィルソンさんはですね、アメリカのマサチューセッツ州生まれなんですが、30代の頃にニューヨーク州の外れにあるナイアックという小さい村に移り住んでですね、そこで、合唱団だとかオーケストラだとか、あるいは、地元の図書館なんかを作るのにも貢献したという、まあ、19世紀にアメリカの文化を作り上げた、まあ、そういう偉人の一人といったところかと思います。まあ、思えばこういう19世紀前半生まれのアメリカ人の作曲家のことなんて個人的に全然知らないなってことが、まあ、思い当たりましてですね、世の中には知らない時代の知らない作曲家の知らない曲ってたくさんあるんだなってことを改めて痛感しています。この全音ピアノピースのシリーズね、ずっと続けていますけれども、私たちはどうしても有名な曲とかね、自分の知っている作曲家とか、あるいは芸術的な価値とかね、そういうことに、まあ、
感知判断の基準みたいなものを置きがちなんですが、あの世の中にはこうやって今ではほとんど忘れ去られてしまった曲だとか、今の私たち の, あの視点から言ったらあんまりこう芸術的な価値がないんじゃないかと思われるような曲っていうのもあったりして、でそういう曲にもですね光を当てていくっていうのが、あの音楽の世界を広げたりとか、あるいは深めたりする助けになるんじゃないかなということを思いながらやっておりますので、ぜひ今後ともお付き合いいただけましたらと思います。来月もよろしくお願いします。